え皆さんこんこにちは大樹です、えー、マインドフルネスとかねマインドフル瞑想と言われるのを、あのー、ぜひしてみませんかということをあのもうずっとお話をしててで、あのー、まあ要は今周りに何が起こってるかとか自分の内側に何が起こってるかその感情とかね思考で何が起こってるかそれにただ気がついてでそれの変化ですよねずっとそれがこうだんだんと変化していく刻々とねでずっと一体に同じ状態にいるわけじゃないと。 あの全てのものはあの努力をしなかったら相当な努力をしなかったら一定の状態は保ってません必ず変動していっちゃうでその変動の波を大きくしていくようなことですればもっと大きくなるならもっと辛くもなるしあの少しずつマしにもなるであのそういうことに気が付くためにはねレコーディングダイエットと一緒でこう刻々と観察してみるしかないだかしてみましょうと、まあ、こういうことを言ってます でこれはのクライアントさんと一緒にしてみるとどうでしょうかっていう質問があってもちろんそれはのするといいんですよあのクライアントさんにもね。でしてもらうというただじゃあ,あのどんな感じに使えるのかとかっていうことに興味がある人のためにあの、えー、ちょっと説明してみましょうね。はい、あのクライアントさんはね、えーっとまあ、何らかのこう認知を持ってるわけです。 何、ね、か良くないことが起こるんじゃないかとかねそれからあのなんか自分はそういうのにうまく対応できないとかってこう基本的な認知があって。 でそうするとまああるなんかねこう刺激を受けた時にやっぱりちょっと思い通りいかないなってなった時に「ああやっぱりダメなんだ」ってこう思考が出てきたり「私はいつもこうだ」とかねでこうなるともう私はいつもハマっちゃうんだとかであ人に迷惑かけるとかねででますます自分のこと嫌になるとか思考が出てきたりそれねあ感情的にもなんかどんどん嫌な気持ちになったりで、えー、嫌な気持ちになるとねああやっぱりそうなんだうまくいかないってこうまた思考がなったりでぐ,るぐ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 る回ってであの状況がどんどん悪くなる。でマインドフルネスを使うっていうのはどういうことかっていうとね 自分こうなったときにまずね呼吸認識を戻してで自分にセンタリングする。でねあの無理に深呼吸しなくていいけどね何回かかけてしっかりとこう息を吐き出してで少しずつこうね いながら心地いいなって心地よく呼吸できてるなってそのことを感じるのがすごく大切ね特に大変な時はでそういう練習して呼吸で自分を少し取り戻していく練習ができるようになるとああそうか今自分こんな感情になってるなとかねこんな思考になってるなてでこの自分の居場所を作ってあげる、ね、あのアドラーもそうですそれから私の先生のスティーブン・ギリガンあの博士もそうですあのもう一人の自分を責めるんじゃなくて居場所を作りましょうと。 だからその感情を空いてる自分思考してる自分をもう一人の自分として居場所をちゃんと作ってあげる大体の場合はこれやらないでこの内側にいながらこんなんじゃダメだって自分のこと責めたりとかもうどうしようもならないって言ってここの中にいるからこっち側に出てきてそのためには呼吸なんかを使ってだからマインドフルの練習しとくといいの。であ呼吸でちゃんといい状態作れるなとかあそうすると自分の怒ってることちょっと客観的に見られるなで客観的に見てコントロールする必要ないんです刻々と変わっていくから。 だし、自分でここをどんどんややこしくしようとさえしなければ少し離れたところから静かに見守ってたらここがだんだん変化していく様子も実は感じられますだからコントロールしようとしないただ観察する、ね、であのこれねもっと大胆なこと言うとねあのマインドフルをあの、まあ、認知行動療法系の人たちがねあのマインドフル使いながらセラピーとかやってるんですけれどもあの素晴らしいなと思うのはね,もうね認知変えなくてもいいと言うんですよ認知も変えないと。 でじゃあどうしたらいいかって言ったらこうやって観察しといた上で自分のね価値観に基づいて、ね、新しく行動を起こしていくことが大切なんだとだから要は自分のことを責めるような認知ね自分はできないって認知を持っててもそれを書き換える必要もないとであの世の中悲惨なもんだという認知を持ってても別に書き換える必要もないと。で 俯瞰してあなんか、ね、自分にこうえ、ね、あ今こういう感情が起こってるんだこういう思考が起こってるんだなぁと客観視しながらで巻き込まれずに少し客観視できると心の余裕ができます自分は、ね、一呼吸を置いた状態に文字取りになります一呼吸ついた状態になるそうしたら自分の価値観に基づいて何か行動していくる価値観が分かんなかったらアドラの言うように誰か周りの人のちょっとでも役に立つことをすればいいわけ。で こんなんじゃダメだって思考が出てきてもあなんかそういう認知があるんだなと思って俯瞰しとく。でとにかくやれることをやろうと。で生きてる時間の間で少しでもなんか自分にとっていいものとか人にとっていいものをやるんだと。ね、でそのためにはただ呼吸のコントロールして俯瞰してで別に認知も変えようとせず自分の思考感情もコントロールしようとせずで価値観に基づいてで行動をとっていくんだと。 あのこういう感じでいくとね何が起こるかっていうとここに巻き込まれなくなりますからだんだん本当に俯瞰ができるようになるしでそうやってやって自分の価値観に基づいて行動をとっていくとあこうやって変えていけるんだって実は新しい健全な認知が入っていくんですねであの,なのでねもう認知変えることにも実はこだわらず感情思考をコントロールすることにもこだわらずただ俯瞰をしながらで自分の大切な価値観に基づいて行動する分かんなかったら自分にとって少しでもいいと思えることね。 また人にとって少しでもいいと思えることをやっていくと、あのこういう割り切りもね実は素晴らしいと思います。あのアクセプタランスコミットメントセラピーとかねあのいうのはこういう考え方であのやられてるマインドフルをね活用しているあの非常に面白いセラピーじゃないかなと思ってご紹介でございます。参考までね。